これを大阪ドームシティは、大阪府大阪市西区にある複合商業施設。2011年6月16日開業。京セラドーム大阪の西隣に立地し、大和ハウス工業が運営している。大阪市交通局市バス球場営業所跡地、境川用地に建設された、健康、スポーツをテーマとした複合商業施設である。大阪市交通局が実施した、 境川用地の定期借地権方式による事業提案協議には4件の応募があり、審査の結果優秀案に選定された大和ハウス工業株式会社を代表事業者とする共同事業体が事業予定者に決定した。提案、決定した事業内容は大和ハウス工業が健康、スポーツをテーマとした複合商業施設、吉公開が 地域医療の中核となり災害時には地域の医療拠点病院としての機能を整備する総合病院で2007年12月以降に着工し商業施設は2008年12月総合病院は2010年2月にそれぞれ開業する予定としていたしかし両施設とも当初発表されていた開業時期よりも大幅に遅れ先に開業予定だった商業施設よりも 病院が先行して会員している。大和ハウス工業は2011年6月14日のニュースリリースで施設コンセプトは健康、スポーツ、安心をテーマとするウェルネスコンプレックス都市。また、当施設の大阪市との事業用定期、借地契約期間は2031年までの21年間であると発表している。出店テナントの詳細は公式サイト。 ショップ情報参照ありがとうございます。